こんばんは。今回は10月28日リリース、転生したらスライムだった件やっていきます。このタイトルでいろいろゲーム出てるみたいなんですけど、新作が28日に出たみたいですね。ゲームの内容は 3D バトル RPG って書いてました。画面右のこの子、このリムル、これがスライムなんですよ。このスライム。で、今この人間の形に、人間になってるのは、すずさんだったっけ、名前ちょっと名字忘れたけど、その人をこう取り込んで、この人間のにみたいにもなれるんですね。やっていこう。転生したらスライムだったけ。魔王と竜の建国譚。はい、名前ね。アニメが、漫画もアニメもあるんですけど、アニメが今ね、シーズン2やってるかな。結構面白いですよ。自分も好きで。全部見てますね。ここは、ジュラテンペスト連邦国。様々な魔物たちが手を取り合って生活している、世界でも類を見ない場所だ。スライムがこんなところにいるのも不思議かもしれないが、俺はここの名手なんだ。スライムは見た目によらないってね。あ、実はスライムに転生する前は人間だったんだぜ。襲ってきた通り魔から後輩をかばったら、そのまま死んじゃって異世界に転生したんだ。今はの際につぶやいたことがなぜか叶えられちゃった結果、見事なスライムボディとして生まれ変わったってわけだ。いろいろあったし、今でもいろんなことに巻き込まれるけど、ま、なんだかんだ平和な日々を送っている。本当にこの場所も立派になったもんだ。あ、はい。街の中を歩くことを推奨します。なるほど。大賢者っていうのは、なんだろう、このリムルの中にいるんですよ。いろいろ教えてくれるんですよ。あ、会話ね、はい。街にいるキャラクターとの会話を推奨します。結構よくできてるな。リムル様、お前も族長だったんだし、街のことについてこれからもいろいろ助言してくれよな。街を平穏無事に治めるリムル様の統治力にはただただ頭が下がるのみです。他のキャラクターとの会話を推奨します。あ、あそこにミリムがいる。魔王なんですよね。で、よくほら魔王ってよく、なんだろう、昔だったら一人しかいない感じですけど、このアニメはたくさんいるんですよ、魔王が。で、このリムルもその中の一人になるんですけどね。リムル、ミリム、会った時にも言ったけど、俺の許可なく街やその周りで暴れないように、約束だぞ。もちろんなのだ。約束は守るぞ、リムル。他のキャラクターとの会話を推奨します。リムル様、今度新しい着物をぜひ試着してくださいな。いいけど、女の子用じゃないよな。さーて、今日も何事もなく。言ってるそばから、大型の魔獣の接近を感知しました。偶然とはいえ、こんなにも魔獣がやってくるなんて。せっかく皆様にも新作をお召しになっていただこうと思いましたのに。また奇世界人形に。これは魔獣に感謝だな。数など問題ではありません。すぐに片付けてまいります。気にすんなって。あのくらいどうってことないだろう。さすがはリムル様。ではリムル様の秘書であるシオンが蹴散らしてまいりますね。町に牙を剥く者は我が主へあだだす者も当然。一瞬で片付けてまいりましょう。シオンとランガだけでも問題なさそうだけど。代わりに私が言ってやろう。魔
マブダチの町を荒らす者は許さん。ここのところ平和すぎて腕がなまりそうで、ぜひ俺たちにお任せください。全員やる気に満ち溢れているようですな。待て待て、お前ら全員で暴れたら町まで壊れちゃうって。だからここは俺が行く。なんと主自らの出陣。どこまでもお供いたします。リムル様、シオンの活躍見ていてくださいね。おい話聞いてた？ずるいぞ、私だって戦うからな。もちろん手加減はたっぷりしてやるから安心しろ。やりすぎてあたりをめちゃくちゃにしてはいけませんからね。過剰かもしれませぬが、魔獣たちが近寄らぬようきついお灸を据えてやらねばなりますまい。誰も待つつもりはないようですね。まあ俺もですが。ではリムル様、どういたしますか？お前ら抑え込む方が大変だよ。仕方ない、全員で行くか。少しは強そうだな。こんな感じなんだ。かっこいい。はい、攻撃。手札から攻撃するキャラクターを選択できます。キャラクターもしくは種類が同じものは複数選択できます。ああ、なるほど、分かった。技能の魔装痕を使うとスキルポイントがたまり、各キャラクターのスキルが発動可能になります。手札は全て技能の魔装痕であるため6枚全てを選択可能です。左下のスキルボタンでは今回の攻撃によるスキルポイント増加量を表示しています。複数枚選択するとコンボとなり、コンボが多いほど与えるダメージが増加します。4コンボ対応策は、一気に行くぞ。これが私の準備運動なのだ。ミリム、やりすぎな気が。奥義の魔装痕を使うとキャラクターの HP の下に表示されている奥義ゲージがたまります。最大までためると奥義が発動可能になります。これが緑の下のちょっと黄色っぽいというか、黄色が両方とも黄色っぽいんですけどね。奥義の魔装痕を増やすために先ほど貯めたスキルを活用することを推奨します。技能の魔装痕を奥義の魔装痕に変換するスキルを選んでください。だけじゃ、奥義の魔装痕で6コンボ発動することが可能です。すごい。各キャラクターの奥義ゲージでは今回の攻撃によるゲージ増加量を示しています。対応策は、一気に行くぞ。それならどうだ。それ、どんな敵が来るか楽しみなのだ。頼もしい限りだな。画面の左上にゲージが、奥義ゲージが溜まったため手札に奥義発動痕が出現しました。ゲージを消費、奥義発動痕はどの手札とも組み合わせて使うことが可能です。他の手札も選択した上で攻撃を発動することを推奨します。あ、全部。あ、なるほど。これが切り札だ。誰一人逃がさない。神の怒りに焼き貫かれろ。メギド、これが俺の覚悟だ。
覗き見はこれくらいにしておきましょうか。もっと見たかったです。まあまあ、どうかしら。パパの勇姿はとってもかっこよかったです。私もあっちに行きたいです。まだその時じゃないわ。でも安心なさい、すぐに会えるわ。あ、そういえばまだ名乗ってなかったよな。俺はリムル、リムルテンペスト。何の因果かスライムに転生しちゃったんだが、頼れる仲間と守るべき町があって、今の暮らしが結構気に入っている。そっか、そういえば転生してからだいぶ経つんだよな。あの洞窟で目覚めたあの日から。生前通り魔に襲われた俺は、まさかのまさか、スライムとなって転生してしまった。だけど大賢者や捕食者、他にも覚えたりしたけど今は割愛する。とにかく便利なスキルを持って転生できたみたいで、異世界でも生きていけるかもって思っていた矢先。聞こえるか、小さき者よ。返事をするがよい。半端なく強そうなドラゴンが封印されていた場所に偶然にも迷い込んでしまったようだった。では、改めて自己紹介しよう。我が名は、暴風竜ベルドラ。この世に4体のみ存在する竜種が1体である。時にお前、実に珍しいスライムだな。スライムは本来思考もしない低位モンスター。それなのに自我がある、ユニークか。ちょっとよくわからないっす。その、自分人間だったんですけど、刺されて死んで、気がついたらこんな姿になってて。なるほど、転生者か。お前、ものすごく稀な生まれ方をしたな。え、稀？ベルドラは教えてくれた。自分の他にも異世界からここにやってくる者がいると。そして俺みたいな転生は普通できないってこと。しかもベルドラは召喚者っていう無理やりこっちに呼ばれた勇者に負けて、無限牢獄っていうスキルで300年も封印されていたらしい。俺は37年恋人がいなかっただけで結構寂しかったぞ。300年一人きりってどれだけ。よし、じゃあ俺と友達にならないか。なんだと。スライムの分際で暴風竜と恐れられるこの我と友達だと。嫌ならいいんだけど。バカ、誰も嫌だなどと言っておらぬだろうが。え、そう？じゃあどうする？そうだな、どうしてもというなら考えてやってもいいんだからね。ツンデレか。なら、どうしてもった決定な。嫌なら絶好、二度と来ない。仕方ないな、お前の友達になってやるわ。感謝せよ。素直じゃないな。じゃあ、よろしく。いい年して友達って、ちょっと照れるけど。よし。で、どうする？勇者がかけた無限牢獄の封印。友達が300年も封印されたままなんてかわいそうだからな。お前。大賢者に封印を調べてもらった結果、ベルドラを無限牢獄ごと俺の胃袋へ入れる。外側から大賢者が、内側からベルドラか解析を進める。
つまりベルドラを捕食して調べるってことだ。無理な注文かなと思いつつ提案してみたんだが。面白い。ぜひやってくれ。お前に我の全てを委ねる。じゃあ今から捕食者でお前を食うけど。おっと、その前にお前に名をやろう。お前も我ら共通の名を考える。同格ということを魂に刻むのだ。共通の名前か。名字みたいなもんかな。うん、テンペストとかどうだ。さすがに安直か。素晴らしい響きだ。気に入ったのかよ。今日から我はベルドラ・テンペストだ。そしてお前にはリムルの名を授ける。リムル・テンペストを名乗るがよい。では頼んだぞ、友よ。この日、世界に激震が走った。カタストロフモンスター暴風竜ベルドラの消滅が確認されたのだ。その原因を作った一匹のスライムはそんな騒ぎはつゆ知らず。あの暴風竜を飲み込んだ。ただのスライムじゃない。面白い鍵が見つかったわね。ベルドラに比べれば大したことなくね。それにこれ捕食者で捕食して解析したらこの蛇の能力奪えるんじゃね。うえーって味感じないけど。うえー。解析完了。各種スキルを獲得しました。捕食した魔獣への擬態が可能となりました。捕食者マジ使えるな。よし、スキルをバンバン獲得するぞ。よし、やってみるか。あ、戦闘ね。部隊に編成されている個体名ベルドラテンペストの加護を確認しました。加護の導きにより攻撃力が上昇します。クアッハッハッハ。このマソコンを使うとカゴゲージがたまり専用のスキルが発動可能になります。カゴのマソコンで3コンボ発動することが可能です。カゴボタンの外周に沿って今回の攻撃によるゲージ増加量を表示しています。これは使える。よっ、とっておきだ。うぎゃの戦闘でゲージがたまりカゴスキルが発動可能になりました。カゴスキルの発動により技能の魔装痕の奥義の魔装痕への変換、奥義の魔装痕の威力上昇を確認しました。以降は自由対応策は…よっ、とっておきだ。うぎゃ。じゃ切り札だ。くらえー。オラ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 、すっしん乱れ雨。勝利ポーズです。パーティー全部6人。そしてさまよい続けること数十日、ついに多分これが出口だよな。
さて、どうしよう。水刃で切り刻めるかな。やっと開き出したぜ。錆びついてしまって、鍵穴もボロボロでやぜ。仕方ないさ。300年、誰も中に入ったことがないんだろう。いきなり襲われたりしないですよね。偶然やってきた3人の冒険者たちのおかげで、俺は外に出ることができた。話しかけたかったけど、見た目がスライムだから、いきなり攻撃されるかもしれないからな。特に彼らの透明になる技はすごい！覗き見し放題だし、絶対に友達にならないとな。おテント様の下を歩くのは何日ぶりだろう。あれからベルドラの反応は何もない。消えてしまったかのようだが、そうではないことを俺は知っている。約束したからな。次に会った時、笑って話せる面白おかしいエピソードをたくさん用意しておいてやろう。我々は宇宙人である。やった、成功だ大賢者。はい。反応が淡白。うん。あ、何だったんだ今の。まるで俺が怖いみたいな。ググン、喋った。え、なあアベルドラ、面白おかしいエピソードを早速一つ用意できそうだよ。強き者よ、あなたを見込んでお願いがあるのですが。スカウトが解放されました。強力な仲間の加入が期待されます。通常は魔晶石を消費してスカウトを実行できます。初回のみ魔晶石なしで利用できます。おいおい、これってやばいんじゃないか。全然違うじゃん。さっきゴブリンがいたじゃないですか。そのゴブリンのおじいちゃんがこんな感じになるんですよ。名前をもらって、あ、これはすずさん、すずさんよかったっけ、あ、生徒ですね。学校に行って、この子たちは本当は死ぬ予定とか死ぬはずだったんだけど、それをリムルが助けるみたいな。どこの国だったっけ。これは町に行くんですよ、リムルが。そこの飲み屋のママさんかな。負けた。で、その時にドワーフがいて、なんか追放されるじゃなかったっけ、揉めて。この人は別ですか。今回は何としても活躍し、目立たねばなりません。目に物を見よ。断層鬼人、愚か者を罰してやりました。途中のあれはあれかな、バグかな、演出が見えないのは。強力な仲間が加入しました。今後の助けになる可能性が高いです。コク、新たなクエストが解放されました。こうやって冒険続けていくんだ。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。